ウィリアム・ダンロップ・シンプソンは、アメリカ合衆国の裁判官、政治家。1879年から1880年まで、サウスカロライナ州知事を、1880年から1890年まで、サウスカロライナ州最高裁判所主席裁判官を、務めた。1823年10月27日、シンプソンは、サウスカロライナ州、ローレンス郡において誕生した。 シンプソンはサウスカロライナ大学を1843年に卒業しハーバード法科大学院で1年を過ごした。シンプソンはギフ・義父ヘンリー・クリントン・ヤングと共同で法律事務所を経営し弁護士となった。シンプソンは1854年から1856年まで及び1856年から1860年までサウスカロライナ州会議員を 1860年から1863年までサウスカロライナ州上院議員を務めた。南北戦争が開戦すると、シンプソンはアメリカ連合国陸軍において少佐となった。シンプソンは最終的に中佐まで昇格した。シンプソンはサウスカロライナ州第14志願兵部隊の編成を支援した。シンプソンはまた、 1863年から1865年までアメリカ連合国会議員を務めた。1865年に南北戦争が終結した直後、シンプソンは連邦会議員に選出されたが、共和党急進派により、その地位を剥奪された。シンプソンは弁護士業を再開した。シンプソンは1876年に、 サウスカロライナ州副知事に選出され、1878年にも州副知事に再選した。1879年2月に州知事、ウェードハンプトンが連邦上院議員着任のため辞職すると、シンプソンは第78代知事に昇格した。シンプソンは州知事として、進歩主義教育を奨励する法を制定し、州の農業局を設立した。 1880年9月、シンプソンは、州最高裁判所の首席裁判官に指名され、州知事を辞任した。シンプソンは、その後1890年に死去するまで州最高裁判所首席裁判官を務めた。1890年12月26日、シンプソンは、サウスカロライナ州コロンビアにおいて死去した。シンプソンの遺体は、サウスカロライナ州、 ローレンスのローレンス墓地に埋葬された。ありがとうございます。